混んでますね。午後2時というのにすごいですね。さて何を食べているのかと言いますと、盛岡に来たら絶対に食べてほしいじゃじゃ麺です。このお店こそじゃじゃ麺の元祖パイロン、行列のできるお店としても有名なんです。いらっしゃいませ。実に美味しそうに食べていますね。じゃじゃ麺はですね、中国の東北部っていうんですか、そっちで家庭料理で食べてる料理みたいですね。で、初代のおじいさんがですね、戦争当時の中国に来て、それで見てきて、こっちで日本人の口に合うようにこう改善したというか。これが元祖パイロンのじゃじゃ麺です。特徴っていうのは味噌の味だと思いますね。松肉、ひき、ごま、椎茸とかいろいろ入って15種類ぐらいのものが入ります。それを、加工して作ってるわけなんですけども、その味噌の味そのものが特徴だと思いますのでね、特徴と言われてもね、食べてみなきゃわからないっていうのが本当のところです。これはね、うどんにはうどんなんですけども、じゃじゃ麺専用の麺で、普通のうどんとは違います。で、打ち方がちょっと特殊なので、普通のうどんとは全く食感が違います。食べ方はどうしようか。食べ方最初、麺と味噌とよく混ぜる。はいはい、で、最初、まず一口食べてみて。OK、で、好みでこれ黄色いの生姜。はい、生姜。あとここにニンニクとか酢とかありますんで、ラー油とか、好みで。中天野さんの生姜。味噌にニンニク、ラー油、酢をお好みに合わせて、そう、このようによくかき混ぜます。さて、お味の方は？おいしいゆっくりですね、おいしい。食べ終わった後、お楽しみがもう一つあるんです。卵をよくほぐして、それにスープを入れると、チータンタンの出来上がり。チータンタンって言いますけども、初代のおじいさんがですね、ちょっと具合悪くしてる時に食欲がなくて、卵に茹で汁を入れて卵とじみたいにして、それに味噌を入れて飲んだのが始まりという。よその店で食べてまずかったってえらい思ってるお客さんがいて、でうち紹介して来てもらったんですけど、そしたらやっぱり納得してもらいましたんでね、やっぱだいぶ違いがあるというか、やっぱり味噌の味が違うとどうしてもね、 お客さんの不満が残ると思いますんでね、ぜひうちのじゃじゃ麺を食べてみてください。それだけです。